成城石井の痩せるおやつトップ3お伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、成城石井で買える痩せるおやつが分かって、あなたは美味しく食べながら痩せることができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今からお伝えする痩せるおやつの痩せるポイントは2つあります。1つは調味料、カッコアミノ酸などと書いてあるような化学調味料が無添加であること、そしてキシリトールとかですね、そういった人工甘味料が無添加であることがポイントになります。その理由は、こういった化学調味料や人工甘味料が入っているものをあなたが召し上がってしまいますと、そのデブ菌と呼ばれるその悪玉菌が好むような味覚に変わってしまって、太りやすいものを欲しくなってしまったり、また健康も害してしまう、で逆に甘いものがもっと欲しくなってしまうとかですね、そういったことが起こるからなんですね。なので例えばあなたがお菓子を買うときに、おやつなるものを買われるときに、裏の原材料名をしっかりと確認していただいて、こういった化学調味料や人工甘味料が入っていないものを選ぶことがポイントになってきます。そこでまとめますと、今からご紹介するおやつトップ3は全てこういったものが無添加ですから、安心して召し上がっていただきたいと思います。それでは早速ランキングトップ3の第3位からお伝えしていきます。第3位はこちらです。成城石井の沖縄県産黒糖ときな粉のポルボローネです。このポルボローネと言いますのは、スペインの伝統的なお菓子、まあ、クッキーのような焼き菓子になります。こうポロポロとですね、すごくあの歯ごたえが優しい、こうホロホロしたクッキーになるんですね。あと原材料名をチェックしていきましょう。まずは小麦粉はフランス産です。こちらに書いてありますのが、フランス産小麦の小麦粉使用とこちらにも載ってるんですけれども、フランス産の小麦、そしてバターが使われています。でこのバターという油はですね、このオイルは脂肪燃焼効果もあるオイルなので、植物油脂とかね、ああいったものと比べますとダイエット向きのオイルになるんですよ。そしてアーモンドパウダーが入っています。もうこのアーモンドパウダーがまたダイエット向きなんですね。アーモンド効果があります。脂肪燃焼効果であったり、また代謝が上がって悪玉コレステロールの数値もこう抑えてくれたり、またビタミンやミネラル、食物繊維も豊富ですから、本当にアーモンドはですね、ダイエット向きのおやつとしても私とてもおすすめなんです。そしてアーモンドパウダー、その次黒糖ですね。やはりこういったお菓子にはやっぱ白砂糖がですね、こういっぱい入ってる可能性が高いんですけれども、このお菓子は黒糖です。そして次にあの粉ですね、粉の糖です。グラニュー糖であったりコーンスターチ、そしてきな粉、食塩、膨張剤、もうこれだけが原材料なので、先ほどお伝えしました化学調味料であったり人工甘味料がもう完全に無添加なんですね。で沖縄県産の黒糖も、まあ、砂糖中の 50% ということで、もう5割も黒糖が使われております。このクッキーですよね。でバターの構成比率も 30% ということで、クッキー生地における、まあ、構成の割合が3割ということで、これもう本当にね美味しいんですね。あとカロリー見てみましょう。こちらが1袋 100g 入ってまして、エネルギーが 562kcal、 そして嬉しいのがタンパク質が 11.2g 取れます。また脂質が 35.5g、 炭水化物が 49.5g ですので、やはり食べ過ぎてしまってはカロリーオーバーですよね。まあ、あの材料はすごく良いものを使っていらっしゃるので安心なんですけれども、一気にこの1袋というのはやっぱり食べ過ぎですから、何日かに分けて召し上がっていただきたいと思います。そして私がですね、すごくあの共感しましたのは、災害の復興支援の支援基金対象商品となっております。こちらにそのマークが載っているんですけれども、見えますでしょうか。この商品を買うことで、そういった復興の支援金になるということで、何かこうお役に立てるという意味でもすごくいいなと思って手に取りました。そしてお値段なんですけれども、こちらですね、1袋
486円でした。で実は私大分県の別府市におりますけれども、この成城石井さんのスーパーマーケットは大分にはございません。店舗はないんですね。で今現在を調べたところ、どうやら九州にもないみたいで、この店舗としては構えていないスーパーマーケットなんですけれども、まあ、主に関東圏を中心に展開されていらっしゃるスーパーなんですね。ただ店舗はなくても、この成城石井さんの商品を取り扱っているお店は結構あるみたいで、実は私はですね、この商品は別府市の十号線のですね、十号線沿いのローソン、なんとコンビニで買えてしまったという、もう感動しました。あ、成城石井の商品がローソンで売ってると思ってですね、もうさっと手に取って、もう毎回この原材料名をいちいちチェックしてですね、もう本当に怪しい人なんですけれども、もうここは譲れません。なのであなたにとって健康で綺麗に痩せる食材なんかなと思って探してきたのが、第3位がこちらのポルボローネというスペインの伝統的な焼き菓子でした。ではどんどん参りましょうね。第2位はこちらです。成城石井のお魚スナックアーモンド小魚、瀬戸内海産の片口イワシ、ほんのり甘みの味です。こちらもですね、無添加なんですよ。先ほどお伝えしたものが一切入っていないです。あと原材料名チェックしていきましょうね。片口イワシの煮干しのこちらは、瀬戸内海産です。あと食塩、アーモンド、砂糖、いりごま、還元水飴、食塩だけでできております。でこちらがですね、1パックあたり 115g 含まれておりまして、こちらエネルギーが 493kcal、 そしてタンパク質が豊富です。 35.1g、 そして脂質が 21.2g、炭水化物が 44.2g です。でこちらのポイントは、もうとにかくいりことアーモンドです。もうめちゃくちゃ健康にいいんですよね。そして腸内環境を整える食材でもあるんです。アーモンドは先ほどお伝えしました通りの効果があるんですけども、これに加えてイワシ、片口イワシですよね、が取れますから、この EPA や DHA という、まあ、オメガ系の成分がもたっぷり含まれております。でこの成分があることで、やはり腸内環境が整って、お腹の大掃除をすることもできますので、ぜひこのアーモンド小魚、成城石井さんのブランドですね、こちらも召し上がっていただきたいなと思って第2位に選んでいきました。そしてこの第2位のおやつのお値段なんですけれども、こちらがアーモンド小魚は421円でした。ではいよいよ第1位はこちらです。成城石井のプルーンです。カリフォルニア産のプルーンで大粒の種抜きです。でも私こちらがですね、もう選んだもうポイントは原材料名です。プルーンだけなんですね。普通こういったプルーンというのはオイルコーティングしてある可能性がまあ高くって、後ろの原材料名を見ますと、その植物油でもオイルでですね加工してあるものが多いんですよね。そうではなくてもプルーンのみです。完全無添加。そしてこちらがですね、契約農家で丁寧に育てていただいたプルーンということで安心なんですよね。またこちらも先ほどと同じように支援基金の対象商品ということで、災害の復興支援ということで応援の商品となっておりますから、こちらを購入することでそういった困っている方々のお役にも立てるというものになっております。でこのプルーン効果がですねすごいんですよね。もう私いろいろと、もう今まで別動画でもプルーンのねダイエット効果をお伝えしていますが、ここでももう一度お伝えしたいと思います。もうとにかく食物繊維が豊富なんですね。なのであなたの腸内環境が整う、痩せ菌と呼ばれる善玉菌をその元気にすることができて、お腹の大掃除デトックスにつながります。でまたなんとですね、ダイエットの敵、血糖値の急上昇を抑えてくれるものになります。ダイエットしているのにですね、そんなに食べていないのに太るという方は、もしかしたらその血糖値を急上昇させてしまうものを、まあ、一番先に口に入れたりされている可能性があるんですよね。そうすることで血糖値が急上昇している間に脂肪がどんどん溜め込みますから、逆に血糖値が緩やかに上昇してくれたら脂肪も溜め込まずにですね抑えることができるわけです。そのためにこの
プルーンの力を借りて急上昇を抑えていくという役割もここでゲットできるわけですね。でまたプルーンはねカリウムがすごく豊富ですから代謝も上がりますしむくみも防止ができてもうどんどんお体がこうスッキリするおやつということになるんですよ。なので今回の第1おすすめはこちら、成城石井さんの無添加のプルーンということでした。でこちらがですねカロリーなんですけれども1袋あたりが何グラムでしょう、こちらはまあいいですが100グラムあたりの成分になってますからお伝えします。100グラムあたりだとエネルギーが282キロカロリーで、タンパク質もしっかりとれます 2.8 グラム、脂質がもうたったの 0.2 グラムですよね。炭水化物は 71.4 グラムです。でこちらお値段なんですけれども、こちらの成城石井のプルーンが529円でした。さあいかがだったでしょうか。今回の痩せるおやつのポイントは無添加であることでしたね。化学調味料や人工甘味料が無添加であることがとても大事ということ、そしてそのために必要なおやつトップ3お伝えしてきました。それぞれダイエット効果がございますから、このばっかり食べるというよりはバランスよくいろんな食材を召し上がっていただくことでそのダイエット効果が受けることができる。でまた腸内環境の善玉菌の種類も増えますから、いろんな食材をですねバランスよく召し上がっていただくということがポイントになってきます。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのようにさまざまな健康法、腸活法、ダイエット法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。また私のこういった健康法、ダイエット法などに対してご質問聞いてみたいなという方はですね、皆様こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様そちらからご登録後直接私とお話ししてらっしゃいます。あなたもご必要でしたらおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。